皆さんこんこにちは、です前回はミニ旋盤の簡単な調整をして切削する準備ができました今回はバイトを用意して切削していこうかと思いますバイトと一言で言っても使う材料や加工の形状用途によっていろいろなものがありますよねこれは調光のチックがロー付けされたバイト青にペイントされたものが高材用 黄色がステンレス用で赤が芋のようです。次はスローアウェイバイトです。先端のチップを取り替えて使うので、適切なチップを揃えれば毎回安定した切削ができます。その代わりにチップを変えるたびにチップ台がかかってしまいますよね。そこで今回はこのミニ旋盤に付属していたバイトを使った研ぎ方の動画を作ろうかと思ったのですが、 トイレいて気づいたのですがこのバイト調光のローズけバイトでした超高のロー付けバイトはこれで使い道があるのですが研ぐのに時間がかかるのと合成の低いミニ旋盤では良い切削条件が狭いようで使いにくそうでしたそこで今回は「完成バイト」という高速度工具工を使ってバイトの研ぎ方の動画を作りたいと思いますししかし この動画をご覧いただければ、超光バイトも研げるようになりますので、ぜひチャレンジしてみてください。もし、超光バイトを研ぐときはこのような緑の GC 砥石という砥石を使ってくださいね。金属を切るバイトと言っても、鉛筆を研いだり、リンゴの皮むきと同じで刃物が食い込んでいくくさび作用によるものです。 とはいえ、このようなナイフのように刃物角が鋭角ではすぐに欠けてしまいます。完成バイトを箱から出した状態は、このように四角くて刃物角は直角です。この完成バイトのように先端が少し斜めに切り落とされた形のものは多いです。今回は外径を切削するバイトを作っていくので、この向きで削っていきましょう。わかりやすいように、 上になる面に赤い印をつけておきますこの状態でも真鍮は切削することができると思いますのでやってみますまずは切り込み0 2ミリで送りは1 4ミリほどです表面は汚いですが意外と切削することができます次は0 5ミリ 切り込んでみます。あれバイトを送ることができません。バイトの側面が今から切削しようとしている部分に当たってしまっているようです。なのでバイトの側面をこのように削ります。この横逃げ角は10度くらいで良さそうです。 グラインダーは砥石の粉が旋盤にかからないようになるべく離れた場所でできれば換気扇などがあれば良いですねまずは砥石と台の隙間をなるべく狭くします砥石の表面をこんなのやこんなのかもしくは割れてしまった砥石などでも整えられますあとは冷やすために水を用意してバイトを削ります 横逃げ角はこんな角度で削ることができそうです水につけながら熱くなりすぎないように削っていきますハイスの焼き戻し温度は5 0 0度以上なので熱で表面が青くなった3 0 0度くらいになっても大丈夫です研ぎ終わりましたそれではこの状態でまた切削してみましょう 切り込みは先ほどと同じ0.5ミリ。今回は送ることができました。しかし表面が荒い感じです。ワイトの前の部分が当たって少し擦れた感じになっているようです。なので次はこの部分を削ります。 バイトの上の角度に合わせて少し斜めに砥石に当てれば良さそうですこんな感じになりましたそれでは切削してみましょう表面の状態はあまり変わりませんでしたこの 表面が汚いのは刃物の先が尖りすぎているからのようです。刃物の先が尖りすぎていて良いことはあまりありません。先端が弱くなるし、切削した表面は荒くなります。切削抵抗が許す範囲で丸みをつけてみてください。丸みの基準としては送りの2倍から3倍程度です。今回は0.14ミリほど送っているので、 0.2から0.3ミリの R 半径が良さそうですシャープペンの芯が直径0.5ミリなので R 半径は0.25ミリこのような身近なものを基準にできます仕上げ削りにしては0.14ミリと送りは早めですがこのように光った綺麗な表面に切削することができました 送りを遅くすればもう少し綺麗になるかもしれません。これで真鍮を切削するバイトは完成です。砥石はこのように丸いので砥板真ん中が少し凹みます。そこに油砥石を当てて仕上げることで刃に近い部分を削ることができます。この色が変わっている部分です。 このような形になるように砥石を当てて削ることで、先端が減っても少しくらいなら油砥石で修正しやすいです。さて次は鉄を切削してみましょう。材質は S45C です。ハイスで鋼材を切削するときは油を塗ります。 切削表面はザラザラしていてあまり良い状態ではありません切り子はこんな感じ真鍮を切削できたバイトですがなんかいけないようですこれはすくい角がないためです刃物をもっと鋭角にして切れるようにしていきましょうさて研いできました。 ここは横すくい角というすくい角です。だいたい15度くらいですね。すくい角も忘れずに油砥石で磨いてやってください。切削中の音が少なくなって抵抗は結構減ったようです。 しかし表面は汚いままで、どうやら蒸しれているようです。こちら方向のすくい角が足りないのかもしれません。これを上すくい角と言います。ちょっと汚いですが、研いできました。角度は12度くらいでしょうか。切削中の音が静かになって、切削抵抗はかなり減った感じがします。切リコはこんな感じ。 もう少しつくい角をつけてみます15度から18度くらいがいいかなちょっと角度をつけすぎちゃいました20度くらいありますあまり角度をつけすぎても歯が弱くなるだけで切削抵抗はあまり減りませんこのバイトで削ってみますこのようなすくい角が大きく切削抵抗が少ないバイトは 細いものやアルミを削るときに良さそうですだいぶ表面がきれいになりましたつながった切り子になりましたねハイスの仕上げ面は超硬みたいにピカピカにはなりません送りをもっと遅くするともう少しきれいな切削面になりそうですこのバイトはタンメンを切削できるはずです刃物台を少し傾ければ逃げられます 綺麗な短辺がででできましたバイトの刃の成形はこれで終わりです最後に実用的に便利になるように細い切削物を削る時にセンターで押すことが多くなると思いますがセンターとバイトのこの部分が当たらないようにあらかじめ削っておくと便利です。ということで今回は外形バイトの基本的な削り方の動画でした。 醜い動画になったと感じています。見てくださったた方本当にありがとうございましたこれ以上動画が長くなってもお互いにきついと思いますので今回の動画はこの辺りで終わろうかと思いますがあれもこれもまだ説明できてないなということを思いながら今回の動画を作っています今後の動画でご紹介していくことになっていくと思いますのでよかったらチャンネル登録をお願いします。 それではまたお会いしましょうてつがお送りしましたさようなら